はい、こんにちは。はい、シャリです。はい、今日もパルチョビターやっていきたいと思います。で、はい、ちょっと左上に書いてあるけど、まあ、9月の4週になったのは、やっぱまあ、9月の4週になったってことはもう、はい、ジャパンカップの1回戦が始まるってことよ。まあ、私たちフレッシュリーグのチームはもう、ボコされに行くっていうね、ことになります。はい、で、ちょっとね、もう、ごめんね、もう、フレッシュリーグ昇格も決まったんだ。なんか適当に試合を回してたらもう勝手に昇格してました。すいません、動画にできてませんでした。はい、ということで今のチームはちょっとこんな感じになっている。で、前よりなんか選手減ってねと思うと思うんだけど、はい。ちょっとなんかね、年俸がちょっと高くてあんま使えなさそうな選手はちょっと売り払いました。ということで今こんな感じです。確かね、入れたのがこのくるみと、いや、わかんないな、くるみはいたかもだから。ミホってこの選手、この50万でこんだけ強いんだよ。これ結構期待大だよね。で、あと、あやか選手か。ちょっとなんか女子ヒーグでちょっと入れちゃってるところがある。ちょっと申し訳ない。あとも、ちょ、年俸低いね。選手をいっぱい入れても、ほんとこの一式とかね。はい。50万でこの能力は素晴らしい。だから正直、もっと売りたいんだけど、今ちょっともうね、はい。無所属の選手しかオファーできないんで、無所属の選手はもう別にいいと。でもそう、ミッドフィールダー売りまくっちゃったから、多分次のシーズンね、ミッドフィールダーをいっぱい獲得したいと思います。はい、ということで、まあまあ、いっちゃうか、じゃあ、はい、死んできます。はい、ジャパンカップの1回戦ですね。もう見たくない、こんな試合。放棄したいぐらいで、もう、7%もないよね、絶対勝率。はあ、ジャパンカップ1回戦始まります。ちょっと相手選手見るか。お、でも意外と思っているだな。ターンオーバーしてきてんのかな。まあそりゃそうか、このザコチームだもんな。まだ四つ本が確かに年俸高かった気がする。終わった。早い、見てらんないよ。頑張れと、戦う気ない。で、これ意外といるな。フレッシュリーグにしてはね、意外とサポーター来てるんだよね。相手選手見ていくと、いやでもあんまキャピタルとキャマ強くないんだね。もっと強いのかと思ったけど、大してだった。あ、でもこっち見て、この、ほぼ D と E だよ。で、ちょっと C があるぐらい。こんな勝てるわけないやん。もうこんなもんボコされるだけなんで、はい、失点シーンをダイジェストで、はい、これからお送りしたいと思います。はい、どうぞ。はい、試合終了でーす。まあ、結果は、はい、0対5。まあ、でもね、後半1失点で抑えられたのがちょっと奇跡だろうね。はい。負けてしまいました。はい。ボール強く練習しましょう。もうその通り。で、なんかどっか、じゃあ生きり起きてないかな。N2 撮影棒買って、刃物使った。スクワ買って、そうです。うん、なんかま起きてないね。時々ステップリーグがね、N1 に勝つことがあるんだけど、今回はなさそう。ありがとう。はい。日本代表も選ばれてるわけないよ。で、まあこんな感じから、まあ最後に、まあね、フレッシュリーグ、どんな感じだったのかっていうのをね、見せたいと思う。まああと1節残ってんだけど、はい、こんな感じです。
もう1は確か確定したんだよね。はい。残り節を終えて、勝ち点6差ついてるから、2位の白浜イレブンと、まあまあ、これで、まあ、昇格したけど、多分次のステップリーグはちょっと厳しいんじゃないの？強い人って、選手でて、ほぼ、オール C 行かないと多分ここはね、いけないから、まあ、まあ、まだひたすらね、はい、特訓カード集めます。まあ、一番ゴールランキング見ますか。平田が今のところ1位。このまま1位でしょう。で、青木がまあ4位に入ってると。アシストもいいか。アシストはこんな感じ。1位は白浜の緑子。で、うちのチームのトップは平田だね。なんかあんまアシストついてないね。なんでだろう。はい、まあ今日はね、こんな感じで終わりにしたいと思います。まあ次の動画は、ちょっとまあ、どこで出すかわかんないけど、まあ、はい、近日出したいと思っております。はい、それではご視聴ありがとうございました。